この目に映る。これまでのますます漫画でわかる FGO、三つの出来事。一つ、なんだあの鎧のモーさんは。黒のライダーちゃんとイチャイチャ殺し合いしおって。二つ、黒のライダーちゃんは俺のサーバントなのに。そして三つ、黒のライダーちゃんとジークちゃんの友情は尊い。始まるよ。はい。皆さん、はじめましての方ははじめまして。ゆっくりリオマシュです。尊い。はい、先輩は放っておいてアポクリファ10話です。今回は衝撃の展開でしたね。アストルフォちゃん&ジークちゃん&フランちゃん VS モーさん。なるほど。これが本物のモーさん。モーさんがフランさんとジークさんをカッコ撃破。フランさん最後の宝具、ブラステッド3も致命傷を与えるにまでは及ばず、レイジュも加えてのリミッター解除フル出力ともなると、自爆宝具そのものだぜ。獅子王子がレイジュでの回避をモーさんに命じたおかげで直撃を免れたわけですね。カウレスは自分を責めていたが、彼のレイジュの使い方は決して間違っていないと思うぜ。フランはモーさんと差し違えるつもりだったからな。ちなみにアポクリファマテリアルにはこのような記述もあります。最後の霊獣を使うカウレスが嫌になるほど冷徹な声を無理やり出していることに気づいたとき、フランは自分の死を誰かが惜しむ、という奇跡のような出来事に気づいたのだ。それは間違いなく、生まれて初めての貴重で素敵な経験だった。尊い。ちなみに FGO のモーさんも聖杯対戦の記憶を引き継いでいるらしく、FGO 終章ではこのようなことも言ってたりします。FGO でモーさんがフランさんの面倒を見てたのは、味方であるという大前提に加えて父親に捨てられたところが引っかかるところがあったのかもしれません。尊いボットとかした先輩は置いておいて、アニメ版ではフランさんの宝具による電撃を受けて、ジークさんが蘇生した流れがわかりやすくなってましたね。新章風景でのジークさんとジークフリートさんの対話を入れていたのも兄折ですね。ジークフリートが手前がってでも誰かを助けたかったこと。そしてジークちゃんが何のために戦うのかを改めて確認させられる熱いシーンだったと思うぜ。そう、アストルフォちゃんを守るためだ。アストルフォちゃんを今守れるのはジークちゃんだけだ。アストルフォちゃんを救うために剣を取るんだ。違いますよ先輩。ジークさんとフランさんがやられた後のアストルフォさん、こんな感じでしたよ。目からハイライトが消えてましたよ。ふぅ。そしてジークさんは剣を取ります。命の恩人アストルフォさんを救うためにです。その結果、ジークさんはジークフリートさんになりました。どういうことなんだぜ。ホムンクルスがサーバントになるだと。そんな例があるのか。ホムンクルスが、英霊の力を自らの体に具現化させるインストールという技術がありまして、プリズマ先輩は起きたとノップみたいなもので設定が原作側に反映されることはありえないんじゃなかったっけ。ほら、ホムンクルス系主人公としてもジークさんの先輩ですし、ジークさんがジークフリートさんに変身したのは、デッドカウントシェイプシフターという霊獣の亜種によるものです。一角につき約3分間、肉体を英霊ジークフリートそのものへと変化させます。ジークさんの場合、イリアさんたちのインストールと違って、力の借用元であるジークフリートさんからの許可も降りてますし、インストールは、後にミリュさんも使うようになってますし元がエインズワースの技術でもあるので別にホムンクルス専用の技術というわけではないんですよね。対してジークさんが英霊を下ろせたのは、生まれたばかりの純粋なホムンクルスであることも影響しているのです。1話でダーニックが赤ん坊の魂を使って延命してるとか言われてたけど、それに近い状況なんだな。ジークちゃんもまだ赤ん坊と、そしてシローがジークちゃんにプンス化しているのも、彼の理想がホムンクルスのような存在が理想だから、それを自ら捨てたジークちゃんに特別な感情を。彼の思惑は不明ですが、ジークさん VS モーさんの仕切り直しとなりますね。1話でのジークフリーと VS モーさんは、ここに繋がってくるんだな。つまり FGO でもジークちゃんを一足先に使っていた。黒のセイバーをゲストで使用して赤のセイバーと戦う体験クエストありましたよね。ともあれフランさんの脱落とジークさんの覚醒を経て、物語も中盤に差し掛かってきた感があります。
これ以降は特にジークさんの物語としての側面が強くなってきます。ぶっちゃけ FGO で保管しなきゃいけない案件。わかりやすいところでいくと、ジークさんにとってジークフリートさんやフランさんは命の恩人ですが、もう共に戦う機会は、聖杯対戦ではありえないんですよね。心臓や電力として一緒に戦ってるとも言えなくもないが、ジークちゃんがジークフリートやフランちゃんと肩を並べて戦うことはアポクリファでは無理か。東出先生にはもうちょっとジークさんについて、保管してほしい気持ちもありますね。まあなんというか、リオ先生の漫画での、男の先輩の態度は立派だと思いますよ。俺の黒のライダーちゃんが尊いホムンクルスにラブコメしてこうの場で射精する DVD。ふぅ。賛否はあると思いますが、今回の展開はちゃんと盛り上げるところで盛り上げた展開だと思います。それでは長時間のご視聴ありがとうございました。